転し、それからいろんな苦難を経て、波乱が生じながらもまた収束して、ずっと共に。肌が綺麗ですね。色白。余計なこと、余計なこと。指が補足系じゃない。イエーイ、すぐくさいぞ。いい感じ。みんなが共にしてるから。ジャストタイミング。それをあのイメージして曲作ったんで。おお、作ったんだ。なら、オリジナル。ドキドキしてきた。久しく遠いって書いて、二人の久しく遠いんだね。じゃあ、まあ、こういった感じの曲調は好きなんですけど、じゃあどうしようかな。私も好き。あ、ありがとうございます。これクラシックじゃないんでしょ。クラシックじゃないですね、これは。これは誰ですか、クオンっていうのは誰が。あ、私が。ポピュラーに入るのかな。ポピュラー、バラード系のですね。あと、じゃあ思ったのと違う音出ても笑わなければみんなバカだからバレない。じゃあそのまま表情でいきます。お願いします。はい、みんなバカだって。お前が舵を取れっていう感じで頑張ってください。じゃあガイアうるさいから。ガイア持ってくれよかった。アンジェラキの歌詞、アンジェラキね。歌も欲しいな。最初にオリジナルさせてもらって、もう全然そんな言わなくてやっていいです。じゃあこれは、私がそうですね、もう今から3年前ぐらいになると思うんですけど、2人でユニット組んでた頃がありまして、その子はすごく容姿端麗で、ここで歌唱力の達人だったんですけど、その子はいろいろオーディションを今まで受けてたらしいんですけど、まあいろいろやっぱり落ちまくって、でも今回見事にエビクスオーディションの最終審査まで行って、そこの審査員並みに泊まって状況が決まって、でその子に向けて、まあ短い間でしたけど組んでたので、まあ感謝の意味でプレゼントした曲が次の曲です。じゃあ聴いてください。プレシャスジュエル。ダメ。